この際、長妻昭君から関連質疑の申し出があります。前原君の持ち時間の範囲内でこれを許します。長妻昭君。長妻君。民主党の長妻昭でございます。本日は貴重な時間をいただきましてありがとうございます。総理にですね、もう基本的なことをお伺いしますので、端的にお答えをいただければと思います。今前原委員からもアベノミクスの懸念という話がありました。私自身もですね、今は世の中的には礼賛をされておりますけれども、一つ一つやはり副作用について指摘をしていかなきゃいけないと思っております。3つの副作用があるんではないか。一つは財政規律が緩む。民主党政権では政権をいただいている3年間毎年44兆円以上の国債は発行しないという方針で参りましたが、安倍政権になって1年間に50兆ということで44兆円の枠は取っ払われたわけであります。ある方の話によるとですね、財政赤字、これだけの借金というのは財政的児童虐待だと言った方もいらっしゃいます。今日生まれた赤ちゃんが最も将来払うであろう税金を前借りをするわけであります。2番目の副作用といたしましては、バブルの再来になるのではないのかと。株あるいは土地、そして今も質疑ありましたが、私は国債のバブルが進んでいくのではないかという強い懸念を持っております。そしてもう一つ最後の副作用としては、格差が拡大をするのではないのかと。一つは小麦粉をはじめですね、円安の影響で物価が上昇をし始めている。あるいは生活保護の8月からの戦後最大の切り下げによって、生活保護以外の方々、低所得対策も削られる可能性が出てくると。こういうような副作用についてですね、一つ一つ潰していく必要があると。それが日本の国が誤らない国益につながる道だと思って質問をいたします。今日は特にですね、その格差拡大の懸念について質問いたします。前回安倍総理にですね、アベノミクスで格差を拡大するんですかという質問を申し上げたときに、こういうふうに総理が答弁されました。日本人としていわば許容できる範囲内に格差が収まるようによく見ていきたいと。許容できる範囲内に格差が収まるようにというご答弁いただきましたけれども、総理が考える許容できる範囲の格差というのは、今の格差を維持すると、今の格差よりも広げさせないと、こういう理解でよろしいんですか。安倍内閣総理大臣。この許容できる格差といったのはですね、日本という国はですね、古来からみんなで、田や旗を耕してですね、共に水を分かち合ってきた、国ですから、共に五穀豊穣を祈ってきた、その中においてですね、いわばトヨタのような大きな会社にあってもですね、社長がもらっている年収というのはこれは多いですよ。しかし米国あるいは欧米のいわば、経営者と比べればこれはるかに小さいわけで、ありまして、でこれが多いか少ないかということにおいて格差があるじゃないかという議論はしようと思います。できますが、しかしそれは大体いわば常識の中に、同じから、形成されるコンセンサスの中に収まるかどうかという私はことではないだろうかと、こう考えているわけで、ありまして、いわばこの中でですね、今の状況の中においてですね、今がいいかどうか、しかしそれは頑張った人がですね、多くの利益を得ていくということをただ批判することはやっぱり間違っているんだろうと思います。大切なことはですね、セーフティーネットがしっかりとしているかどうかということではないかと思います。長妻昭君。ちょっと明確なお答えがないんですが、一般的にその格差を表す指標というのはご存知のようにジニ係数とかですね、あるいは相対的貧困率というのもありますけれども、そうするとこの政府の姿勢としてですね、総理の姿勢として今現在のジニ係数や相対的貧困率、これを悪化させるということをしないと、アベノミクスではですね、そういう強い決意を表明していただきたいんですが。安倍内閣総理大臣。
アベノミクスにおいてですね、私はあまりこの言葉を使ったことないんですが、今我々が行っているですね、経済財政金融政策において、格差を拡大しよう、つまり、今、所得が低い層の皆さんがですね、さらにこの所得が低くなるということは、これは絶対あってはならないと、こう思っております。人件数等についてはですね、これは高齢者世帯が増えていくことによってですね、フローが少なくなっていきますから、これ人件数の係数的にはですね、格差が広がっていくということになるかもしれませんが、それを省いていった、この要素をですね、この人件数から削除するというのは、これ、難しいかもしれませんが、人件数にはそういう性格もあるんだということを、念頭に置きながらですね、いわば貧困率が、これは上昇していくということには、これはならないようにしなければならないと、このように考えております。長妻昭君。相対的貧困率が上昇しないようにするというようなお話がございました。もう一つですね、総理に質問申し上げたいのが、高所得の、総理、高所得の家庭の子ほど、良い教育が受けられると、こういうことについて、やむを得ないと考えるのか、問題だと考えるのか、これ、総理ご自身のご意見でいいんですが、どう思われますでしょうか。安倍内閣総理大臣。先ほど相対的貧困率の場合はですね、いわば、貧困層と言われている方々のレベルが落ちなくても、やっぱ非常に豊かになった人がですね、増えたことによって相対的に貧困ということになるということにおいてはですね、そうなっていくんですが、そういうことを私述べているのではなくて、今のいわば貧困と言われている層の皆さんがですね、さらにこれは落ちていくということはないようにしなければならないと、このようなことを私今申し上げているわけでありますが、今中妻委員が指摘をされたように、教育、子どもたちがですね、受ける教育についてですね、その家庭の経済力によってなるべく差が出ないようにしていこうというのは当然政治の責任なんだろうとこのように思うわけであります。長妻昭君。ちょっとその前の質問で相対的貧困率を今よりも悪化をさせないということではないと、絶対的貧困率の話をされたと思うんですが、これはそうすると今の現在の格差ですね、世の中の格差ということについては、これは総理が言われる許容範囲、許容できる範囲内だと、今現在、とお考えなんでしょうか。安倍内閣総理大臣。これ、考え方の問題なんですが、大切なことはですね、やっぱり経済のこのパイを広げていくことなんだろうと、このように思います。いわばセーフティネットを厚くしていこうと思ったってですね、税収やあるいは入ってくる社会保険料がですね、足りなくなってしまってはやろうと思ってもできなくなっていくわけでありますから、そのためにもやっぱり経済のパイを広げていくと、雇用の機会を増やしていく、さらには賃金を上げていくという政策を打っていくべきなんだろう。限られたパイがどん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 小さくなっていく中において、再配分を繰り返してもですね、結果としてですね、セーフティネットを厚くすることは私はできないんだろうと、こう思っているわけでありまして、このなぜ絶対的ということに私はこだわるわけではありませんが、もちろん相対的にもその感覚としては必要ですよ。言えば許容範囲というのは数値的には私申し上げることはできませんが、ある大体常識、日本人の常識に入るの範囲内ということなんだろうと思います。その中で、累進率もある程度一定の率を我々で設けているわけで、課税においてもですね、ありますから、しかしそこでですね、ある人たちが大きくグローバルに活躍して、収入を増やした、あるいは資産を増やしたことによってですね、相対的なものにおいては開いてしまう。それが悪いとは一概に、悪いというかですね、それをやめさせなければいけないと。こういう人たちの活躍を抑えなければいけないという考え方は私は取りませんけれども、しかし大切なことは、いわば、まずはですね、ワーキングパワーと言われている方々や、この貧困層の方々のですね、収入がなるべく上がっていくような、そういう努力はしなければいけませんし、最低賃金においてもですね、しっかりと上がっていくという経済を作っていきたいと、こう考えております。長妻昭君。私がなんでこういうことを言うかというと、日本の高度経済成長時代
日本がですね、まあ、生産年齢人口が増えればどの国でも経済は成長しますけれども、日本の底力を培ったのは高度経済成長時代ですね。格差が私の理解では世界で最もですね、拡大しないで経済成長できたと、こういう非常にですね、成功したモデルを持った、だから今人材がこれだけ層が厚いんだと。1961年にですね、皆保険皆年金ができて、格差を拡大しないで経済成長するというですね、一つの当時自民党の意思が私はあったと思います。今回ですね、ちょっと総理の今のお話を聞いていると、その明確にですね、やはり格差を拡大させない、そしてアベノミクスということを宣言をしていただきたいんです。で、今総理お答えいただきましたけれども、まあある程度国の責任もあるというお話でありますが、気になるのがですね、これ実は朝日新聞とベネッセが定期的に調査している調査なんですが、これちょっと私衝撃を受けたんですが、高所得の家庭の子ほど良い教育を受けられるのはやむを得ないのか問題なのかというアンケート調査、7000人ぐらいなんですけれども、2004年は問題だという方が半分以上、2008年も半分以上いらっしゃいましたが、2012年、去年の末から今年にかけては4割なんですね。つまりやむを得ないと当然だという方が 6.3%、 やむを得ないという方が 52.8% ということで、非常にその格差を、まあ、容認というか、もう仕方がないと拡大をしつつあるんでということなのか。で、日本はですね、もう一つ言うと、この親の年収による学歴格差というのも進んでおります。まあ、我々は高校の無償化なども入れましたけれども、年収400万円以下のご家庭はですね、4年制大学進学率が3割、年収1000万円以上は6割と、まあ、いうことで、これ東京大学が調査した興味深いデータなんですが、東京大学に入学される親の平均年収が1200万円だと、まあ、こういうところまで、来ております。で、子どもの相対的貧困率というのは所得再分配後に上がっていく、これ先進国で日本だけ。そして一人親のご家庭も増えております。今はお子さんのいるご家庭の5世帯に1世帯が一人親でありますけれども、20年後にはお子さんのいるご家庭の3世帯に1世帯が一人親になる。そして貧困の連鎖ということで、生活保護を受給しているお子さんのうち4人に1人が大人になっても生活保護から抜けられない、これは今の現実で、あります。で、その中でですね、ぜひ総理にお考えをいただきたいのが、今我々民主党野党と一緒にですね、子どもの貧困対策法という趣旨の法律を作っておりまして、つまりイギリスでもこれはある法律なんですけれども、子どもの相対的貧困率数値目標としてですね、一定程度下げていくというものなんですが、この子どもの相対的貧困率の下げる数値目標ということについて、その数値のレベルは別にしてですね、これを国としてですね、掲げて取り組んでいくということについて、総理のお考えいただきたいと思います。安倍内閣総理大臣。私もですね、委員が今述べられたように、子どもたちがですね、家庭の経済的な環境によって、教育において、質の高い教育を受けることができない、結果としてですね、将来、仕事もいい仕事が、見つけないという、連鎖に、貧困の連鎖になっていく、これは断たなければならないと、このように思っております。子どもの貧困対策としてですね、学習支援や経済的支援、各案の対策にしっかりと取り組んでいきたいと思っています。そこでですね、相対的子どもの貧困率の低下に向けて数値目標を掲げることはですね、この貧困率が可処分所得のみで算出をされているためにですね、資産の保有状況が反映されていないと、これだけで貧困の状態のすべてを表すことができないということやですね、学習支援や学習支援や保育といった子どもに対する現物サービスの充実等がこの貧困率の改善にはつながらないという課題はありますが、しかし今自由民主党においてもですね、そのための議員立法を
今検討中でございます。まあこうしたことも踏まえながらですね、まあ場合によっては民主党と自民党においてですね、協議をしてもいいのだろうとこのように思います。まあどういう論点が整理されているかということについては私もつまめた方ではございませんが、いずれにせよこの貧困の連鎖を断つために政治として何をすべきか、行政として何をすべきかということは当然考えていかなければならない課題であると思っております。長妻昭君、これ数値目標を入れないとこれ意味がないんですね。ヨーロッパ諸国では相対的貧困率などの数値目標を入れてですね、この格差を是正する、子どもの格差、親の年収による学歴格差、これを是正するということは日本経済の底力を上げることにもなるというちょっと強いご決断を本当はいただきたいと思うんですが、で非正規雇用の問題についてもですね、お伺いしますけれども、今3分の1近くまで被用者の中で非正規雇用が増えて、正社員を渇望されている方も多いんですが、この非正規雇用というのは総理はですね、自己責任なのか社会の責任なのか、どういうふうにお考えでいらっしゃいますか。安倍内閣総理大臣。今ご指摘になられたように、確かにこの非正規雇用が増加をしているというのは事実でございます。その背景はですね、正規雇用、非正規雇用という、二極化したですね、働き方を前提に、非正規雇用への労使双方のニーズが高まったということが挙げられています。自己責任、社会の責任のいずれが大きいかを単純に判断できる問題ではないというふうに私は考えておりますが、いずれにせよですね、こうした正規、非正規の二極化を解消してですね、雇用形態にかかわらず、将来に夢や希望を持ちながら安心して生活できる環境を社会全体で整備することが重要であると思います。非正規雇用労働者の雇用の安定や処遇の改善のための施策を進めて、頑張る人が報われる社会の実現に向けて、全力で取り組んでいきたいと思います。その、中にあってですね、企業内のキャリアアップの支援など、非正規雇用労働者の処遇の改善に向けた取り組み等を行う事業主に対する支援や、有期契約労働者について、不合理な労働条件の相違を禁止する改正労働契約法を踏まえて労働条件の見直しが進むよう、きめ細かな周知啓発を行っていく考えであります。長妻昭君、これ私は一国の指導者として、非正規雇用というのは自己責任か社会の責任か、単純にはどちらか判断できないというご回答は非常に私は不本意なんですけれども、これは自己責任か社会の責任かといったときに、どちらの比重が重いのかということはですね、総理としてはどんなお考えなんですか。安倍内閣総理大臣。これは雇用形態においてはですね、これは確かに雇用側、雇用主側のですね、ニーズも確かにあったんだろうと思いますね。このグローバルな経済の中で競争している中でということもあったんだろうと思いますが、働く側の方もですね、そういう労働形態を好んでおられる方々がいるのも事実だろうと思います。大切なことはですね、非正規から正規に移ろうと思う人たちにちゃんと道が開かれているということが大切なんだろうと思いますし、また先ほど私申し上げましたように非正規、正規という、この2つだけではなくてですね、いわば働き方全体においてですね、どのようなもう少し柔軟なですね、対応ができるのではないかとこう考えております。長妻昭君、これぜひ今アベノミクスでボーナスが上がるそういう企業もあると思います。ただ非正規雇用の方はボーナスいただいてない方も多いわけで、非正規雇用の方は退職金もですね、9割の方が退職金がない、あるいは厚生年金に入っている非正規雇用の方はですね、半分だけであります。20代後半では正社員の8割強が賃金なんですが、40代後半ではですね、正社員の半分ぐらいの賃金になると。今や男性の 20%、 女性の 54% が非正規雇用で、我々ぜひですね、ご配慮いただかなきゃいけないのは、アベノミクスでその非正規の方が置き去りになるということはあってはならない。我々は派遣法を改正してですね、
非正規の方が極力ですね、働けるような環境整備を続けていたところであります。そしてもう一つですね、大きな少子化にも関わる問題として、この配偶者結婚率というのもですね、正社員と非正規の方で倍違うということが明らかになりました。まあ、例えば30から34の男性の配偶者がいる割合で、正社員でいうと6割、非正規でいうと3割弱ということで、こういうですね、状況が続いておりまして、今現在日本国ではですね、男性の5人に1人が一生結婚しない生涯未婚、これが20年後にはですね、男性の3人に1人が一生結婚しない生涯未婚という見込みになっておりまして、でそれに伴って一人暮らし世帯というのが全世帯累計の中で急増をしております。この赤い線でありますけれども、少し前まではですね、少し数年前までは夫婦と子ども世帯、家族連れ世帯がですね、これは一番多い世帯累計だったんですが、もう今や単身世帯で、単身世帯というのは社会保障的に言ってもですね、お一人お一人単身でケアしますので、非常にこれは大変でありますし、例えば在宅医療、在宅訪問介護といってもですね、一人暮らしですんで、ご家族がいないんで、身の回りの世話をどうするのかという大変深刻な問題にもあります。で、これはですね、やはり非正規雇用を含めて格差を是正をするということで、日本の底力、GDP 一辺倒でなくてですね、そういうことが醸成されるんだと、まあ、今公共事業にかなり投資がなされておりますが、我々は人への投資の格差是正というのをですね、申し上げて、それは所得再分配政策にもつながって、低所得の方ほど消費に回るお金が多いんで、内需拡大にもつながるということで進めてきたんですが、まあ、コンクリートから人へというのが、まあ、逆流をしているというのは大変これ残念なところであります。そしてですね、もう一つこの雇用で言えばお伺いをしたいのがですね、総理が先日の予算委員会で山井議員の質問でですね、金銭解決、つまり金銭解決についてですね、解雇する際のについて、これを導入はしないと、そういう考え方はないというふうにおっしゃられたということなんですが、これは事実でございますか。安倍内閣総理大臣。安倍内閣の基本方針はですね、成熟産業から成長産業に円滑に、人材が移動する、必要なき、労働移動の実現で、あります。こうした労働移動を実現する観点を踏まえ、3月28日の、本委員会では、金銭を払えば解雇できるという制度の導入は行わないと、こう申し上げたわけでございまして、厚生労働大臣も4月1日の委員会で同様の趣旨で答弁を、しておりまして、そごはないというふうに思います。他方ですね、それ以外の制度の検討については、3月28日の委員会で、私は否定はしていないわけでありまして、現在、産業競争力会議や規制改革会議の場で、それぞれの設置目的に沿ってさまざまな観点から自由闊達に議論をいただいておりますが、諸外国の制度の状況や関係各層のご意見などさまざまな視点を踏まえながら、その適宜を含めて検討していくことになると考えております。いずれにせよですね、労働規制の見直しについては、これにより労働移動が円滑に行われるという見解がある一方で、多くの勤労者が賃金によって生計を立て、雇用を通じてさまざまなつながりを形成しているということを踏まえれば、労使間で十分に議論が尽くされるべき問題であると、このように考えております。中妻明君。ちょっと分かりにくいんですが、それ以外の制度は検討するという、それ以外の制度の中身なんですけれども、これは事前に手切れ金のような形でお金を渡して、クビにすると、これはしないということだと思いますが、事後的には、これは総理が言っているしないということではなくて、事後的の金銭解決というのは検討状況だと、こういうことなんですか。安倍内閣総理大臣。
4月1日のですね、予算委員会においてですね、田村厚労大臣は、私のですね、雇用法制についての答弁は、金銭を払えば、解雇ができるという、いわば事前型の制度は一切考えていないという見解を示したものという認識を示していますが、その通りでございます。そうすると事後の金銭解決は検討中ということです。安倍内閣総理大臣。なおですね、解雇無効となった場合に、事後的に金銭の支払いにより、労働契約の解消を申し立てるという、制度について今、質問されているんだろうと思いますが、この前の審議においてはですね、私はそのことについて、そのことを含めてはいないということでございます。長妻昭君。ちょっと前回山井議員がはっきりとそのことも含めてというふうに質問したと思うんですが、今総理がご答弁、私はちょっと変えたご答弁なのかと、私自身はですね、やはり北欧諸国でもですね、そういうような考え方の制度はありますが、当然それを前提としてですね、かなり周りの制度、例えば失業者に対してですね、職業訓練を非常に手厚い、あとは失業対策、失業手当についても日本と全く違う非常にですね、トランポリン型の制度があった上でのそういう議論があると承知をしておりますので、これについてはですね、さらに詰めていきたいと、それだけ突出してですね、出てくるということに、私は強い違和感を、しかもその労働法制を議論する場でなくて、競争力強化ということで、それが意の一番に出てくるというのに非常に違和感があるということを申し上げておきます。そしてですね、これ総理にお伺いしたいのが、この年金記録問題であります。第一次安倍内閣でも私も質疑をさせていただきましたが、非常にですね、私あの時からずっと気になってたことがありました。それはですね、この年金記録問題については、いろんな自民党の方がですね、自爆テロだと、こういう発言をですね、されて、おられるわけでありまして、どういう意味なのかというふうに非常に不可解に思ったところでございます。安倍総理もですね、いろんな報道であるんですが、共同通信では2007年の7月23日で、安倍晋三総理大臣も遊説で自爆テロによる改革妨害などと批判をしていると、あるいは安倍総理も昨年のですね、ダイヤモンドオンラインのインタビュー、安倍総理というインタビューを見ますと、3月15日のものですが、社会保険庁を解体しようとしたら、彼らしか知らないはずの年金問題が、まるで自爆テロのようにどんどん明るみに出てきたと、こういうお話をされているんですが、これはどういう意味でございますか。安倍内閣総理大臣。あの時ですね、確かにですね、いわば社保庁を解体をしていくという方針を定めた後ですね、これは十分に、厚生、労働省も、把握をしていない、もちろん我々もですね、把握をしていないさまざまな情報等がどんどん漏洩したのは事実であります。例えば、さまざまなこれはあってはならないことでありますが、個人のですね、年金記録に対する閲覧が行われたのも事実であります。私に対しての閲覧も行われていたわけでありまして、そうしたものが流出したのは事実ではないかと、このように思います。長妻昭君。これは年金記録問題が自爆テロっていうことは、これ責任転換みたいな話で、これは当時自民党が、安倍総理も国会でですね、不安を煽るなというご発言もあったり、我々が調査をもう何年もかかってですね、すぐ出てきたわけではありませんが、一つ一つ調査をして、そして明らかになったと。明らかに役所も自民党もですね、そういう情報は隠そうという意図がですね、非常に強かったわけでありまして、確かにですね、今おっしゃったその閲覧ですね、個人の記録についての漏洩というのは、これは確かにありました。これは年金記録問題と関係のない話でありまして、年金記録問題が自爆テロだという発想に今も立っているとしたら、
これは年金記録問題の本当の解決にはつながらないと、いや役所が自分を追い落とすためにうんぬんみたいな話をずっと思われてるすればですね、これは国にとっても不幸なことだと思いますので、そこら辺は総理いかがでございますか。安倍内閣総理大臣。この年金記録問題のですね、解決は、いわばあの時に、安倍政権の時にですね、中妻委員が確かに質問されたということも大きかったと思います。これは私も認めるところでありますが、それから安倍政権においても、努力をする中においてですね、社会保険庁の対応というのは大きな問題があったという中で、社会保険庁の対応を決めるということを決断をしたわけでございますが、しかしあの時、印象としてはですね、つまり中からしっかりと正規のルートを通ってですね、我々のところにこういう問題があるということが、この告発されるわけではなくてですね、いきなり、マスコミにそれが出ていく、つまり我々も知らない間に出てくるということについて、この組織は一体どうなっているんだろうと、こういう疑問を持ったのは事実であります。いずれにせよ大切なことはですね、まだ、この年金記録問題は終わったわけでは、ない状況の中においてですね、多くの国民の方々にですね、ぜひ、問い合わせをしていただきたいとこう思うところでございます。中曽明君。これはもう正規のルートでというか、そんなそのこういう問題というのはただ君たち大丈夫かと聞いてですね、すぐに上がってくるんじゃないんですよ。その非常に隠蔽体質が当時社会保険庁あってですね、でいろいろな角度から探して、そして出てきてるんで、これ自爆テロみたいな話に矮小化をするとですね、というのはなんでこういう質問をするかと言いますと、非常に総理もですね、最後の一人に至るまで徹底的にチェックをして、そしてすべてお支払いをするということはお約束したいと思いますというのを国会でも言われておられる。そして我々もですね、努力いたしまして、今現在でいうと1324万人もの方の記録が戻りました。国民の皆さん10人に1人、戻った年金額、障害額で 1.7 兆円少なくともお戻しをいたしました。こういうことをやってもですね、なかなか全て 100% というのが難しいというのは我々も前から申し上げているところなんですが、しかしですね、このちょっと伊藤達也さんうるさいです、うるさいです、ちょっと静かにしてください。これ我々第三者年金記録確認委員会という総務省のですね、この年金記録を確認する委員会が総務省からなくなってですね、非常にこの運算無償してしまう、こういう動きが今政府の中にもあるというふうにも聞いておりますし、私どももですね、活用させていただいた年金記録回復委員会、これは厚生労働大臣の直属の組織だったんですが、これが審議会のですね、孫の小委員会に格下げをされてですね、一部役所の方の話によると、これでコントロールできるからいいんだという声まで聞こえてくるんで、非常に後ろ向きではないかと懸念をしておりますので、最後の一人までというのは、これ安倍総理、今もそういうお考え変わりないんですか。安倍内閣総理大臣。当然その考え方には変わりはございません。そして今おっしゃったですね、この年金記録回復委員会については、その根拠や所掌を明確にするために、法に基づく厚生労働省の審議会に有識者による新たな委員会を設置したものであってですね、位置づけを低くしたという指摘は当たらないということは申し上げておきたいと思います。長妻昭君。それは審議会の孫につけた一つの役所から上がってきた話なんですね。でそれは建前としてはそういう理由ですが、大臣直属のですね、諮問機関の方がはるかに今まで、年金機構ににらみが効いてたわけで、これで、なんとかガバナンスが保てた部分があるんでですね、ぜひ総理、その孫委員会になって、それが鈍らないようにですね、注意をしていただきたいと思っております。そして、最後にですね、この生活保護についてのお話もちょっとお伺いしたいと思うんですが、その前に質問通告もしておりますけれども、情けは人のためならずという言葉が あります。これは日本国民の半分の方が間違った解釈をされて、半分の方が正しい解釈をされているという言葉なんですが、これについて総理、どうお考えでございますか。安倍内閣総理大臣。
この、情けは人のためならずも含めてですね、割と、間違って、誤解されている、私は薬不足というのを間違って使う人も非常に多いんですが、そこでですね、これは、質問通告がございましたので、調べたところですね、やはり、これは世代で、随分、この理解度が違うということが、分かりました。やはり、60歳以上は、理解度が高いということで、ございまして、日本にはもともと共に助け合う、何度も繰り返すようでありますが、村の農耕社会においてですね、もし病気で困った人が出ればみんなでお米を持ち寄ってですね、助け合ったという、そういう古来からの麗しい、日本の国柄というものがあるわけでありまして、その中から生まれた言葉なんだろうと、そういういわば感覚を共有できる人たちの中においてはですね、十分この言葉の意味は理解されていたのかもしれないと、こんな思いでございます。長妻昭君、これ今の正しい使い方のお話がありましたけれども、今日本国民半分の方が間違った解釈をされているというのが調査であるんですけれども、これは間違った解釈というのは、情けを人にかけるとですね、その人にとって良くないから、あまりかけない方がその人の自立を促すことにつながるという、これは間違った解釈なんですが、正しい解釈というのは、情けは人のためならずは情けを人にかけると、回り回って自分もですね、それはプラスになるんだと、いう助けられるんだと、こういう発想であります。これ私は今の世相を表しているような気がしてならないわけでありましてですね、結局その格差論にもつながるんですけれども、人への投資の格差っていうのはですね、その人がお気の毒だからやるんではなくて、やっぱり回り回って社会の基盤を作って、経済成長の基盤を作って社会全体も強くしていくと、この観点がですね、安倍総理からあまり聞かれないんで、その格差ということについてもですね、ぜひですね、拡大をさせないという強い決意を持ってですね、運営をしていただきたいと。で、こういうですね、これはピューリサーチというアメリカの調査NPO なんですけれども、これも非常に考えさせられるんですが、政府は自分で生活できない人を救うべきではないという人の割合、国際調査なんですが、日本は先進国の中でも非常に高くて 38%、 アメリカが 28%、 フランス 17%、 イギリス 8%、 ドイツ 7% ということで、日本のですね、安倍総理がよく言われる良き文化、助け合う、そういう考え方というのがだんだんとその希薄になってですね、国が全部やはりお助けするわけにはいかないんで、やはり地域の支え合いというのも、これ GDP には現れない指標でありますけれども、そういうものもですね、育んでいくというようなことが、これ大変重要だと思います。最後に一問だけ、そういう意味でその格差を今よりも拡大させないと、これは私本当に心配してるんですね、アベノミクスで。それについてですね、安倍総理の最後決意を聞かせていただければ本当にありがたいと思うんです。安倍内閣総理大臣。この格差についてはですね、これはまさに日本というのは、水を分かち合い、お互いに協力をして汗を流して田畑を耕して一緒に五穀豊穣を祈ってきた国でありますから、そういう国にふさわしい資本主義、資本主義があるんだろう、みずほの国にふさわしい姿、麗しい姿を、これは守っていく上においてはですね、いわば、格差がこれなるべくない社会の方が、当然いいわけで、ありまして、つまり、ウィナー・テイクス・オールをですね、良しとする社会ではないということは、はっきりと申し上げておきたいと思います。長妻昭君。これで質問を終わります。ありがとうございました。